はいどうもこんにちはクレイです、よろしくお願いします。さあということで今回は七夕福袋こちらが登場になりましたので動画の方撮っていきたいなと思います。はいということでございまして、この七夕福袋ですね、2年ぶりの復活登場となりました。昨年はですねプロスピ2021発売記念の福袋が来ていたため、まあ、タイミング的にもね福袋という感じになっちゃうってところで、おそらく七夕の福袋がなかったっていう感じなのかなと思うんですけれども、今年はそこがないということで七夕の福袋が帰ってきました。でこの福袋内容が一部変わってまして、以前は70連目の部分はですね7エナジーで回せるよっていうね内容になってたんですけど、まあ、今回のものは5エナジーになってますね。まあ2エナジーの違いですけど、まあ、若干安くなってるっていう感じです。では内容的にもですねかなり、まあ、福袋の中でも個人的にはいいガチャかなと思ってて、1500エナジー使って60連回して1チームの選手は2人確定で、さらに S ランクの選手も別で2人確定していて、まあ、60連回すと期待値的には確定外でもまあ1枚ぐらいは出るんじゃないかなと、まあ、うまくいけば5枚以上ね S ランクを獲得できるっていうガチャになっております。では70連目に関しても、まあ、実質無料10連みたいな感じでおまけでついてくるような感じなんで、なかなか内容としてはいいガチャかなと思います。で、まあ、今回このガチャを回していくんですが、その前にですね今日先発の追加も、来ましたので、まずはこちらの能力の方から触れていって、今回福袋で誰狙うか見定めていきながら、ガチャ回していくっていうね流れでやっていきたいと思います。早速本編いきましょう。さあということでまずはヤクルト小川選手です。こちら9位がマイナス2のダウン査定になりました。こちらですね称号での請求スタミナどっちが狙える形になってますね。であとは球種とか特殊能力も結構変わってまして、ドロップカーブがナックルカーブになってたりとか、まあ、あとはチェンジアップがサークルチェンジになってたりかなっていう変化があるんですが、まあ、ここは基本的に強化と言えるかなと思います。で特殊能力超大ピンチ20丸というところも維持なんで、まあ、これが発動した時なんかは、まあ、よりリアタイで生かしやすい球種が、まあ、チェンジアップとかねなかなか現環境、まあ、5とか6とかあるとねチェンジアップもまあまあうまくいかせればっていう感じなんですけど、まあどちらかというとやっぱサークルチェンジとか、まあ、ドロップカーブよりもナックルカーブの方が活かしやすいっていうところはやっぱあるかなっていう感じなんで、まあここは強化と言えるかなと思いますね。続いて阪神西選手です。こちらは全体的に能力がダウン査定になりました。まあとはいえ請求スタミナが永遠の同値がデフォで、決まってるっていうのはかなり大きいかな。まあ9位がね77切っちゃったんで、まあ称号での A っていうところが届かなくなっちゃったんですけど、まあでも投手コンボなかなか称号までうまく決められないよって方にとっては非常にありがたい存在かなと思います。であとは、球種の部分だと高速スライダーが B から C に下がっちゃったっていうところはあるんですが、特殊能力対ランナーが対ピンチに変わりましたので、超コントロール対ピンチっていう感じになったんで、まあリアタイだけで見るのであれば去年のものと単純比較すれば、まあ、ここは強化と言えるかなと思いますね。続いて巨人戸郷選手です。こちらはスタミナがプラス1のアップ査定になりましたので、まあ9スタミナのどっちには称号が必要になりましたっていう感じですね。であとはでかいのが中継ぎの適性が追加になりました。不適性なんで称号は必要なんですけど、ただこれで起用法の幅は広がったかなっていう感じですね。であとはツーシームも F から E に上がったんですが、まあこの辺は正直でも使ってみないと何とも言えないかなっていう感じですかね。意外とね F のツーシーム持ってるピッチャーって少なくて、動き幅が逆にちっちゃいことがうまく作用してポップフライになったりとかっていうね、まあ作用がこの戸郷選手にはあったりもしてたので、まあここはちょっとツーシーム E になって純粋にどうなのかっていうのは気になるところかなと思います。まあ、あとはフォーク A になってたりとかっていうところは強化ですね。続いて広島大瀬良選手です。こちらステータスの変動ありませんでした。称号でのオール A 全動値いけるっていうところなんで、まあ、ここ決まるとかなり強いかなと思います。で特殊能力が変わってて超コントロールが打たれ強さになって、キレとタイピンチが1個ずつ上に上がったって感じですね。まあリアタイ的にはコントロールタイピンチの方が強かったかなっていう感じではありますが、まあリーグ的にはまあ後継賞でもいいかなっていう感じですね。続いて中日大野選手です。こちら9スタミナがそれぞれマイナス1ずつのダウンになりました。ただまあステータスはやっぱり強いと。であとは球種の部分でいうと通信チームが A から B に下がりましたっていうところはあるんですが、まあこの辺はでもリアタイで使うのであれば過去のものをねやっぱりSP解放してる方が多いかなと思います。あとは特殊能力尻上がりが対ランナーに変わってますね。続いて DeNA 今永選手です。こちら9位がマイナス1のダウン査定、請求がプラス6のアップ査定ということで結構請求が上がりましたね。でまあ一応全同値ないしは9位スタミナ AA の同値っていうところもねいけるっていう感じになってます。で、まあ、あとは球種の部分でいうとスプリットチェンジが F から D に上がりました。まあここは単純な強化と思っていいかな。で特殊能力は変更なかったって感じですね。続いてオリックス山岡選手です。こちら1年ぶり通常のスランク登場になりました。でこちらはですねスタミナ型で最後のもの出てたかなと思うんですけど、球威型に変わっております。あとはですね超高速シンカーっていう球種が、追加になってますね。まあ、地味にこの変化量1のシンカーってやらしい球種なんで、まあ、特に山岡選手なんかは大きい球種がね、まあ、武器として1つありますので、逆にこの小さい変化っていうのは使い方次第ではねかなり強いのかなと思ってますね。続いてロッ
って石川選手です。こちら球威スタミナがマイナス1ずつのダウン査定になりました。で、球種の部分ではスライダーが消滅しましたね。なんでまあここは単純にリアタイ的にはちょっと弱体化って思っていいのかなっていう気はしてますね。また石川選手はやっぱタイムスリップが出るかどうかというところもね、一つ注目ポイントではあるんで、まあリアタイで石川選手使ってるよって方は継承、まあ一旦ストップでもいいのかなっていう感じはしますね。続いて楽天の根本選手です。こちら球威がプラス1のアップ査定になりました。で、称号でのオール A 全同値がいける能力になっております。で、あとはやっぱここね、縦スライダーが一つ注目ポイントかなと思うんですけど、まあ、これグランドオープンのタイミングからずっと言われてましたが、この縦スラはどこから落としても変化量が変わらない新垣選手のバニッシュボールみたいなね感じになっております。ただリアタイ的には下方向に飛球種以前のものの方がまあ強かったかなっていうような感じは今現状のイメージとしてはありますね。続いてホークス石川選手です。こちらエキサイティングでも出ているっていうところであるんですが、球威スタミナはどっちで出てきてます。で、まあパワーカーブが B から A に上がったりとかっていうところはあるんですが、ハイピンチがですね対ランナーになっちゃったんですよね。なので、まあ、リアタイ的にはエキサイティングよりも通常の方がいいって思ってた方もいるかもしれませんが、まあ、ここがタイピンじゃなくてタイランナーだったっていうことなんで、まあ、ステータス的にはやっぱエキサイティングの方がまあ強いかなっていう感じありますね。続いて日本ハム伊藤選手です。こちらステータスの変動ありませんでした。で、中継ぎと抑えの適性消えたんですよね。ので、まあ、ちょっと起用法がね狭くなっちゃったかなっていう感じあるんですけど、まあ、ここは後々復活するのかなとも思ってます。特に中継ぎ適性はね。で、あとはスライダーとストレートが強化になってます。 B 球種3つになったのは普通に大きいですね。超変幻自在のコンボ条件とか考えてもかなり大きい強化かなと思います。で、ラストが西武松本選手ですね。はい、こちらスタミナがプラス2のアップ査定になりました。で、あとは中継ぎの適性、ここは追加になりました。で、西武の投手陣の中でもなかなか貴重なツーシーム、スプリットで、さらにスラカットを持っているっていうところで、まあ、起用法がね広がったっていうのはかなり、まあ、純正な方にとっては大きいのかな。まあ先発で使う方が大多数だと思うんですけど、まあ、ただ逆に12球団の方とかでも中継ぎに入れるっていう選択肢ができたのは大きいですね。はい、ということで、まあ、以上ですね、12選手が追加になったわけで、ここから10連の福袋を回していこうかなと思うんですけど、まあ今回のね狙いは結構ばらけてるんよな。自チームねどこにするかすごい迷っているところであるんですけど、来ると言ったらやっぱサンタナ選手、サンタナ選手めちゃくちゃ使ってみたい。まあ、阪神は結構ねこうもう阪神純正やってる人なんじゃないかっていうか当たってるんですけど、まあ親木さんか佐藤輝さんとか、まあこの辺も欲しいし、あとは巨人はねやっぱ高橋優希さんがねリアル起動のルーム戦とかで当たってめちゃくちゃ強いんで、これ中継ぎで使いたいなちょっと思ってるんですよね。とか、まあそんな感じで各球団結構欲しい選手はいるんですが、まあ DeNA もねなんか被りそうな感じないよな。しかも牧選手はエキサイティング持ってるしっていうところで、難しい、本当に難しいっていう感じであるんですけど、まあでもとりあえずまあ10連目20連目の引きを見て30連目最初まずは決めようかなと思います。まずいきましょう。10連目ここでね結構確定以外で誰が出るかっていうのが非常に重要。あ、枠組み忘れた。まあいいや、行きましょう。さあ10連目、ここでまあ誰かしら狙いの選手、今名前挙げたところとか、まだ挙げてないところで言ったら日本ハムアルカンタラ選手とか、まあ、とりあえず持ってない選手が来てくれればね、うん、まずは OK っていう感じでありますが、行きましょう。まあ、あとはですねやっぱセレクションとこのタイミング、七夕福袋難しい選択かなと思うんですけど、まあそもそもやっぱ七夕福袋を回すべき人はどっちかっていうとやっぱ12球団よりも純正でやってる方ですね。2チーム2つあるっていうのが絶対大きなポイントなんで、まあ、この方はやっぱ純正な方におすすめな方かなと思います。ということでまず10連目買っていきましょう。誰が出るかお願いします。はい、おー坂本さん、マジ、えぐ、いやちょっとこれ自チーム巨人しづらくなったな。高橋優希さんとサブで坂本選手狙いみたいな感じで思ってたんですけど、うわー出たー、ここで、いやこれはめちゃくちゃいい引き、ありがとうございます。いやちょっと想像してなかったな、その引きは。20連目いきましょう。で、まあさっきの話にちょっと戻るんですけど、まあガチャ引くべき人って話で言うと、これ今月のイベガチャ予想のね動画の中でも話をしてるんですが、まあこのタイミング結構ねスピリーグに向けて純正のオーダーをね頑張って作ってるよっていう方が非常に多いイメージを持っていて、まあそこに向けて強化をしたいってなると、セレクションとかよりも、セレクションタイムスリップっていうとこよりも、まあ個人的にやっぱこの現役の選手、自チームが2枚取れる、60円で2枚取れる七夕福袋行くっていうのは、まあ大いにありかなと思ってます。まあもちろんシリーズ1の所持状況によっても変わるかなと思ってて、まあ例えば今の僕の DNA みたいな感じでかなりもう所持状況埋まってるよっていう感じだったら、まあわざわざ無理にねこのガチャ回す必要はもちろん
ろんないと思うんですけど、どうしてもそこで欲しい戦力がいるとか、まあ、最悪被ってもミキサーしてでも狙いに行きたいみたいなね感じであれば、 S ランクの枚数もめちゃくちゃ当たるガチャなんで、純正を本当に追い求めていきたいなら今回の七夕福袋は回すのありかなと思ってます。ってことでちょっと自チームどうしよっかな。オリックスありだな。オリックス山本由伸選手、山岡選手も欲しい、また吉田正尚選手もね引けてないんで、まあその辺狙いでもいいな。紅林選手とかも欲しいしな。ってことでかぶり回避を狙ってオリックスでいきます。オリックスで福袋の自チーム回すのめちゃくちゃ久々な気がする。いつぶりだろう。さあ行きましょう。山本由伸選手ここで引けたらめっちゃ熱いな。お、とりあえずかぶりは回避した。さああとは誰が出るかだな。まあ大体かぶりじゃなかったんで、まあここは想定内っていう感じではありますが、さあ誰が来るか。さっき名前挙げた選手あたりが来てくれると非常に嬉しい。1枚かな。おっ、おお、キモメイランク小島さんからの自チーム最初の確定いきましょう。誰が出るかお願いします。カモン。おー、ダチさん。まあピンポイントの狙いではなかったですけど、まあまあニューが来たんで OK でしょう。さあ40連目、ここも S ランク確定なんよな。マジでこの福袋ガチャ S ランク確定してない連数の方が少ないっていうね。20連目と50連目だけが確定ないって感じなんで、まああと70連目も一応そうかっていう感じなんで、本当に S ランクの枚数はやっぱかなり期待はしていいのかなって感じありますね。さあここの引き大事だよ。10連目坂本さんを引いて、そのいい流れで、まあこの自チームじゃない確定でいかに2匹ができるか大事。さあお願いします。まあ1枚っぽいな。1枚だな。いきましょう、確定お願いします。カモン。おお、柴田さんやった、嬉しい。自チームニュー引いた。 DNA ナイス。普通にいい引きしてんな。本来自チームにしようか迷ってるところで2枚ニューが、しかも両方ともショートのニューが引けてるっていうね、なかなか面白い引きしてる。さあ50連目、ここ前捨ててほしい。ここで出るか。飛んでにっこりやないか。さあということで60連目いきましょう。 S ランク自チーム選手1人確定。これどうしようかな。でもとりあえずこのままオリックスでいこうかな。オリックスでいきます。山本由伸選手、山岡選手、吉田正尚選手、紅林選手の4点狙いで。さあまずバットインス。あー、ない。これは怪しいぞ。かぶりか。これはまあ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 、温かく見ていきましょう。おー、1枚目。あー違うか、加山さんの影響めっちゃ出てる気がする。さあ、おあー2枚。おー、糸原さん。待って、マジで阪神運やば。阪神ちょっとこれコンプにまた一歩近づいちゃったんですけど、まあ良きでしょう。今日内野手引くね。さあもう一枚はさすがにないか。まあでもやっぱり確定外出てくれましたね、福袋。さすが、素晴らしい。じゃあ行きましょう、60連目。確定ラストで出るのはこの選手。カモン。おー、福田選手。まあ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 、入園室なかったけど、ニューが引けたんで、OK です。じゃあ行きましょう、70連目。5エナジーで回せる10連スカウト。これちょっとなかなかレアなんで、スクショ取っときます。じゃあ行きましょう。これで S 出たらマジでめちゃくちゃでかいよな。行きましょう。ってことで、まあ、今回はこのガチャを引いて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね、この動画楽しんでいただけたら、高評価、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。まあ、今日からね、ダルビッシュさんの大会も始まっているんですが、まあ、昨日もね、動画出してますけど、まあ、この大会僕自身もできるところまで頑張って上位目指してやっていきたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。さあ、おー、来た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 。いや、来たね。5エナジーガチャで S ランク来た。正直出ないと思ってたけど、行きましょう。じゃあ最後、S ランクで。締めたいと思います。誰が出るか。2枚目じゃない、菅野さんの A ランク。ここで最後の最後に名前を挙げていた選手たちが出てくれたら超ハッピーエンド。キス選手の A からの7、最後かな、最後臭い。お、9枚目。おお、サンタのやった、嬉しい。めっちゃ嬉しい。クソ神引き、七夕福袋に夢あり。ご視聴ありがとうございました。